はい。LINE 個人情報保護不備って何これ中国委託先で閲覧かなんでまたよりによって中国えまあ LINE は昔からね疑問符がついてましたよ。えで、LINE が 中国でなんかシステムの開発の委託を中国の会社にやらせてて、その時点で、いや、日本人がこれだけ使ってて、日本人がどれだけ中国に警戒してるかも知ってるでしょ。え、なのにね、安いからですかね、中国の、ね、開発会社に委託してて、そこで内容、個人情報がダダ漏れだったっていう、やばくないですかはい。クラブハウスに続き。まあ、もともと LINE は札付きでしたけどもね。はい。 LINE、えー <laughs> はい、個人情報保護不備あだから私ねもうほとんどねもう会社のやり取りなんかはあのー、あれですよテレ,テレグラムもそうなんですが最近はこのチャットワークねはいこれ日本の会社ですからね、えー、チャットワークを主に使ってますでまあそれ以外は主にテレグラムを使ってますまあテレグラムまあテレグラムは一応ロシアですけどねええー まあでもね、あの、あの、まあもう LINE は社会インフラになっちゃってますからね。LINE でやり取りしてる人いますけども、基本的に私は身,近身内とはテレグラムで仕事は基本的にチャットワークを使ってます。まあ、チャットワークは日本の会社ですからね。はい。まあちょっと読んでいきましょう。LINE、個人情報保護不備いきますよ。はい。国内の月間利用者が8600万人に上る無料通信アプリを運営する LINE が 中国にある関連会社にシステム開発を委託するなどし、中国人技術者らが日本のサーバーにある利用者の個人情報にアクセスできる状態にしていたことが分かった。LINE はプライバシーポリシーでそうした状況を十分説明できておらず、対応に不備があったと判断。政府の個人情報保護委員会に報告する一方、近く調査のための第三者委員会を立ち上げ、運用の見直しに着手するってことですけれども、大体ですね。 し、中国のシステム開発会社使いますでさっきから言ってるように、ほら、中国は、え、え国会情報法というおぞましい法律があって、中国当局が命令したら、中国の会社や個人は法的にスパイ活動をしなきゃいけないんですよ。で、多分ね、LINE って日本の国会議員も普通に使ってますよ。 ええ、もしかしたら総理大臣使ってるかもしれないそれは知らない閣僚だって使ってますよそれを中国で閲覧できちゃうんですよやばいっしょ <laughs> いやー本当やっぱそんなねめちゃくちゃな法律があるその中国のシステム開発会社に委託するか、ええ、そして中国の技術者が閲覧できるこれを中国当局が何もしなかったとは思えないよ そりゃあ、そりゃあ、日本のね、警察とか公安とか自衛隊、自衛官だって使ってるでしょうよ。閣僚だって使ってますよね。それでね、閲覧してたかもしれないですよ。あ、はあ。そうそう、見ないわけがないよね。最悪だ、本当に。<laughs> はい、個人情報保護法は外国への個人情報の移転や外国からのアクセスに制限をつけ必要な場合は利用者の同意を得るよう定めている、はい、LINE の指針は お客様のお住まいの国や地域と同等の個人データ保護,保護法制を持たない第三国にパーソナルデータを移転することがあるなどとしているが昨年6月に成立した改正個人情報保護法に関し個人情報保護委員会は原則として移転先の国名などを明記するよう求めている、はい、そもそもやばいでしょ。 お客様のお住まいの国や地域と同等の個人データ保護法制を持たない第三国にパーソナルデータを移転することがあるってそんなやばいもの使えるかねその最悪のレベルが中国ですからね。国家の命令で中国の法人はことごとくスパイ活動がね、強要されるんですから。そんなやばい国から 情報閲覧できたってマジでやばいですよ <coughs>、うん、急速に普及した LINE は国や自治体の新型コロナの通知アプリに使われるなど社会イン,インフラとしての性格を強めている同社は指針の説明は不十分だったとして正確詳細な表現の検討を始めるというか表現の問題じゃねえだろう中国のシステム会社に、ね、発注してそこからデータ閲覧できるって いや日本人の個人情報を何だと思ってんだって話でしょえ、やっかんにちょっと表現がとかそんなレベルじゃなくって、まあ、モラル低すぎるでしょやばいよね。 同社はサービスに使う人工知能などの開発を上海の関連会社に委託中国人スタッフ4人がシステム開発の過程で日本のサーバーに保管されるトークと呼ばれる書き込みのほか利用者の名前電話番号メールアドレス LINEID などにアクセスできるようにしていたこうした状態は2018年8月から続き4人は少なくとも32回日本のサーバーにアクセスしていた 同社はは不適切ななアクセスは現状で把握していないと説明今年2月24日にアクセスできないよう措置を講じたというっていうかさえー、18年から4年間よ4年間でいろいろ言われてようやく制限したいや表現がまずかったいやいやいやんだと思ってんだよ日本人の個人情報えー、ひどいねほんとひどいね また同社は20年1月からタイムラインなどのサービスで不適切な書き込みなどを監視する業務を日本の通信業務代行会社に委託この業者は大連にある中国法人に再委託って何なの ?LINE はこうした状況も利用者が指針からは読み取りにくいとして是正するっていやいや読み取りにくいの前にそんなところに委託させんなや <laughs> というかさ LINE の反応がいちいちやばいよね。 誤解とか表現が不適切だけど、そこ違うから。そこじゃないのよ。なんでそういうとこに委託するのよ。なんで中国の技術者に権限を与えてんのよ。そこが問題なんだよ。そんガイドラインの書き方、表現に問題がそこじゃないの。らそうずらすなっつうんだよ。ゴールポストずらすなよ。本当に。そこ違うから。日本人の 個人情報何だと思ってんの本当にこの中国法人では不適切な書き込みについて LINE の利用者から通報を受けると現地スタッフが日本のサーバーにアクセスし書き込みや画像動画などを監視していた結局中国のスタッフが日本でのねええー、投稿書き込みを見れたってわけでしょやばいよね 対策必要と認識。LINE の親会社、Z ホールディングスの中谷常務執行委員のコメント。プライバシーとそれを守るセキュリティが第一であり、情報の取り扱いについて分かりやすく説明していくことが非常に重要であり、というか、そこ問題違うからね。 データの国外移転に関することはより積極的な対策が必要であると認識しております皆様に不安や心配をおかけし誠に申し訳ございませんってさもう完全にこの役員がさ頭ずれてるよねそこじゃないんだよそもそもそんなとこにね移転するな委託するな権限海外に与えるなえっ、ね、何 分かりやすすくく説明ししていいこことが大切ですそこじゃないっしょやばいよねこんなものが日本のインフラになってるという実態ねやばすぎますはいまあトランプが日本の首相だったら LINE 禁止してるよね <laughs> いやマジでやばいですみんなでチャットワーク使おうね 日本の会社だからねチャットワークねはいチャットワーク使いましょうまあ最悪テレグラムだなテレグラムだって分かんないけどねロシアの会社だからねまあ LINE は最悪だねまあメッセンジャーもまあ Facebook だからね私 Facebook 嫌いだからね一応アカウントやってるけど <laughs> 経営者嫌いだからねフェイフェイスブックねねまあチャットワークがなね。<laughs> まあチャットワークは業務上使うのにいいんだよねあんまり個人個人でわーってつながるっていうんじゃなくてこれはもうあの業務として使うのにね非常に、えー、使い勝手がいいんですけどもね